そう、嬉しく嬉しくなっちゃう。母親にも言ってなかったんで一択じゃないです。はい、ストレッチ医学に原子でございます。症状とお名前どうぞ。名前は千鶴です。千鶴さん、はい、千の鶴に子ですか。子はいらないです。あ、地図千鶴る、あ、千鶴なんですね。違います。あの、千鶴子っていう人と昔ね、僕中学校の時付き合ってたんです。そんなのどうでもいいですね。千鶴ちゃん、何でしたっけ。生活に支障が来てるのは右の股関節。支障が出てるんですか、はい、どのように。球外形成不全。球外形成不全で、うん、原因がまず洗面所で転びまして、うん、その時に左側を強打したんですね。あ、じゃあこういったんですね。そうです。で、はい、左足と左腕を強打して、はい、でその時は、まあ、レントゲン撮ってもらったけど骨折も何もなかったんですけど、うん、足もパンパンに腫れてしまって、うん、どうしてもこっちに比重がかかるので、はい、こっちが治りかけた時に股関節が痛くなってきて、はい、あれおかしいなと思って、はい、レントゲンを撮ってもらったら先天性の球外、うん、球外不全、はい、がありますよって言われたんですけど、その時にはまだ軟骨が両方ともちゃんとあるからあんまり無理しないでねとは言われてたんですけれども、うん、その時はあの神奈川にいたんですけど、うん、2020年に千葉に転勤になって、ああ、この春に京都に転勤になったんですね、うん、転勤族なんですね、はい、引っ越しの度にここの痛みがひどくなって、あ、どんどん、はい、左側の痛さはどこ行っちゃったんですか。こっちをかばいすぎて今度は左の足の測定筋膜炎になってしまって、今はそんな症状はないんですけど足底に違和感はあります。なるほど、左側は足裏でも困ってるのは右ですよね、はいはい、右の球外不全って言われたところ、はい、例えば生活してると何してると痛いとかありますか。スムーズにしゃがめない。普通そっちをしゃがむんですけど右足を後ろに下げないとしゃがめない感じ。前には行くんですか。あまり上がらない。あまり上がらない、はい、実は2週間前に売り場でその作業してた時に、うん、激痛が走って股関節に、うん、で立てなくなってしまって、で整形外科に行ったんですけども、うん、軟骨がやっぱちょっと減ってて、減ってるから手術一択しかない、ね、一択しかないと。そう言われるといるんですよ。でもね、ぶっちゃけ関節の隙間がなくなってる、当たってるからって言って、それは球外不全だとオペしかないよって言われてた人がうちに来てバンバン良くなってます。で同じように提携してくれている整形外科のドクターは、隙間がないって言ってた人がいろんなことやってったら隙間が出てくることは多々あると言ってるんですよ、ドクターが。ってことはですよ、今から治療して良くなる可能性はあるかもしれないんですけど、なんかこう治療とかしてなかったんですか。整体と針。整体って何。整体っていろいろあるんですよ。柔道整体、柔道整復師。もうね、これまたみんな区別がついてないのね。区別をつけましょう。整形外科は骨折れた時にレントゲン取ってくれるところ、そして整骨院は柔道整復師の先生が見るところで、スポーツ外傷とか例えば捻挫したりとか脱臼したりとかっていうのを保存療法を主としてやっている柔道整復師の先生。整体っていうのは国に認められてるものでもないし、整体技術っていうのが確固たる定義がないんです。でボキボキっていうのが整体だって言ってる人もいる。だから国とか医療に認められていないのは整体。柔道整復師、これは実は医学より長いんですよ。江戸時代からあるから。なので今の現代医学とは別です。これ昔から日本にある柔道整復術つって脱臼の人を治す方、後からドイツから入ってきた西洋医学、それが整形外科。だから皆さんは骨が折れてるのか、それともそういう捻挫して保存したいのか、ただ揉め保護されたいのかってことは知った方がいいですね。はい、じゃあしゃがんで痛かったらそこで止まってください。はい、はい、どうぞ。ここでも痛いです。そこでも痛いね。こういう感じでしゃがみ。ああ、なるほど、はい、で立ち上がるの。支えないと立てないです、はい、よーいスタート。これでもいいです。これね、オッケー。痛いですよね。痛いです。これです。こっから出てる神経根が前に出てるところは、これが多分問題だと思います。だからこれが体制運動神経って運動神経の問題なのか、自律神経の問題なのかっていう2通りあるんです。上見てもらいます。自律神経系っぽいな。痛くて寝れないってのあると思うんですけど、なんかもともと寝起きが悪いとか、うなされるとか、歯ぎしりするとか。歯ぎしりはあります。歯ぎしりある。はい、ステー 1,2,3,4,5。早く吐いて。なんでそんなに力がいっぱいになってるの。痛い。痛いよね、うん、自律神経系です、はい、運動神経系ってのは姿勢とか、例えば運動した時に何かのショックで痛くなるってことがあるんですけど、うん、まあ、球外不全って言ってるじゃないですか、うん、球外不全なんだけど、もともと痛くなかったんですよね、はい、後から痛くなったんですよね、はい、生まれつきに球外不全なのに、はい、痛くなったの何歳ですか、はい、ね、何十歳でしょ、うん、何年ごまかしてんだよ。っていうことは今まで何だったんだって話じゃないですか、はい、そうでしょ。形の問題じゃないと俺推論立てるんですね、はい、まずこれ、まずこれ、これ腹腔神経そうがる。
これ痛いですよね。痛いっす。人助け、うーん笑っとるやん。抜かしてー吐いたーあれでしょ、吐いてって言って映画がふむ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 、オッケー、よだらんとして合図したらここに戻して、吸って戻して、息吐いて下ろすよ、3、2、1、よいしょー終了、はい、どうぞ。あ、行きました。かかと上げていいよ。あ、はい、そうそうそう、いけるじゃん、よっしゃいいじゃん、行ってるよ、行ってるじゃんね、よし、立て、せー、はい、おーあいけあ、いいじゃん、いいじゃん、やったじゃん、やったじゃん、はい、1、2、1、いいんじゃないか、はい、いいんじゃないか、さっきと全然違うね、はい、痛みは前向いて、あ、ないです、痛くない、はい、あ、拍手いいじゃない、いいじゃないですか、どうぞ、いいよ、あ、上がってます、上がってるね、上がってるね、だいぶ上がってるね、だいぶ上がってるね、いいじゃない、あの、これで終わりじゃないですかね、これまだまだもっと良くなりますから、はい、でも今日やったところの、あの、痛かったところあったじゃないですか、はい、交感神経系なので正常神経ってとこだったり副交感神経層だったり、ここを股関節を動かすための神経が、そこをもっと痒く染めれば柔らかくなるじゃないですか、それでやっていただければ多分ぐんぐんいきますよ、これ手術一択しかないって思ったからちょっとブルーになってたんで、ねえ、そうでしょ手術一択ではないね、これあの病院の先生が悪いわけじゃなくて、病院の先生の処方は、あの、手術一択って言葉なのかもしれないです。リハビリテーション医学とか理学療法ってことを考えると、これの普通だったら僕30分やるわけですよ、30分を週1回1ヶ月もしくは2ヶ月集中したらいけそうな気がしません？思いますね、はい、一択じゃないじゃないですか同じようにこれを見て、あ、私もそうかもっていう人いると思うんですよ。そう、嬉しく嬉しくなっちゃう、まあ、ね、嬉しいよね、言ってあげて、一択じゃないです、一択じゃないです、重い言葉だね、はい、よかったと思います。ここから年取っていくじゃないですか、絶対ね、その時になってこれはもっと良くなることはないじゃないですか、はい、そういうことを考えるとブルーになっちゃいますよね。母親にも言ってなかったんで、親がやっぱショック受けるかな、そうだよね、優しいですよね、確かにそうです、まあ、確かに先天的に悪いのかもしれない、でもそれはそんなに困ることじゃないです、それに打ち勝つ方法があるので、これ見てる人もその勇気をもらってください。良くなりました、ここからまたさらに彼女が良くなることを祈って、皆さんコメントいただければと思います。今日も大成功、大感動でございました。はい、ストレッチ医学に金子と千鶴でした。千鶴さんでした、はい、ありがとうございました、よかった。はい、金子たらしでございます。いつもご覧になっている方、ガチ検証やってみたいでしょ。ご自分のうちでガチ検証ができる本が出ました。いつも僕がやっている神経系ストレッチ、それをセルフでできる方法が載ってます。五十肩、腰痛、膝痛、股関節痛、いろんな症状あるでしょ。これを見て自分でガチ検証してみて、その効果が実感できます。ぜひどうぞ。金子たらしのインスタグラム毎日更新中、フォローしていただければ金子たらしの銀座でやってるリアルなストレッチ結果が見れます。ぜひご覧ください。それでは。